こんにちは、警察署です。今回はなんと、はい、見てください、これ。土曜日に発売したらしいんですけど、遊戯王の、待って。遊戯王デュエルモンスター、デュエルベストバックにレジェンドデュエルスト編、5! ということで、見てください。バクラですよ、バクラ。あの伝説のバクラちゃん。ねえ、俺大好きなんですよ、バクラ。中二病のね、この感じがめっちゃ好きなんですよ。はい、これ久々に遊戯王なんで買いました。いつぶりっすかね、ほんとに。ってぐらい久々に買いました。ちょっとこれ身長持ってねえか、こいつ。こんな身長高かったっけ？俺のチンチンが勃起したぐらいか。美味しそうだ。体ですね。ということでね、10パックも買いました。てかね、ボックスがさ、15パック入りかな？そんぐらいなんですけど、だったらボックス買えようと思ったんですよね。だけど俺は単品で当てたいんだ。さあ、上げていきましょう。では、1パック目いきましょう。あのね、これね、サンダーボルトが当たるらしいんですよ。それがちょっと俺嬉しくてね、マジでそれ当てちゃいたいなって思ってます。なんかホログラフィックのサンダーボルトみたいな、それがね、マジデッキ入れたい。ディスカバリーナイト、あ、ダークコーリングね。これ結構知ってますよ、昔のカードですね。太陽の化身、太陽の神官、知らんわ。なんちゃらかんちゃらパペットパレード、こいつってなんかあれっすよね。何だっけ、ダークネクロフィアとか、あのオカルトデッキ使うじゃん。それがね、マジでね、俺の中二心をくすぐるゆえんでもあるんですよ。ディアバウンドキャーネル、赤クーリー、赤ストルピン、ダークサンクチュアリー。お、これは何や、電気を捕食活動、光ってるわ。捕食活動やって、スーパーアリア、捕食活動のスーパーアリア、捕食活動パパ活みたいな感じかな。お、なんかエッチなカード当たりました。はい、こんなしょうもないキラーはどうでもいいんですよ。サンダーボルト以外興味ねえから、それ以外は全部、あの、ゴミの日に出そうと思うんです。お、これゾーマね。俺、デッキ、あの、ゲームの時入れてた、俺。あの、PSP のゲームの夏に入れてた、俺。ディアバウンドキャーネル、カーネルってなんだかな。パーペック、なこれ。ギミックパペット、ヘブンズストリング。黒いカード、ナンバーズか。エクシーズやな。エクシーズちょっと俺知らんねんな。ごめんな。サンダンデンドギンジ、ちょっとグロテスな。爬虫類みたいな。爬虫類好きな人ね。こういうの好きですよね。はい。なやこれ。ムキムキの。なやこいつ。地雷鳥神官。なんかもうテキスト長すぎて読む気せんよな、こんなもん。ええわ、はい。あのね、サンダーボルト以外ね、いらないんで、ちょっともう開けにくいの、お前。切り口ちゃんとせえよ、お前。なあ、ハサミ切っとるくせえよ、お前。意味ねえやろ、こんな時間かとったら。はい。ダークサンクチュアリー。あ、マリシャスエッジやん。これ、懐かしい。いいヒーローやんな。いいヒーロー、マリシャスエッジ。わお。懐かしい。小学校の時さ、あの、これ、そう、エリ、いや、これ、流行ったで、俺。このデッキな。めっちゃやっとった、俺、ほんま。よ、流行ったわ、ほんまに、マジで。あ、俺は持ってなかったやん。俺、小学校の時さ、あの、パックとか買ったことなかったやん。マジで、あの、友達が当てて、いらんカードを俺がもらうっていう、クソ個人みたいなことしてたんですけど、いや、だって普通買えへんくない？ 1 泊150円やで。そんな買える普通、ポン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 さ、お前らみたいな、そんな、な、生奴隷家庭で育ってないよ。俺、スラム街みたいなとこ育ったんだよ。ねえ。全然、だからなんでこの切り口お前下手くそな、お前。な、俺、おスーパイ。懐かしいな、スーパイ。ヘルゲイナー。おー、ダーク、あ、これも、なんか、スパーレオね。ダークオカルティズム。おー、オカルトデッキやね。カード名の1、2の効果をそれぞれ一旦一応しか知らなきゃいけない。あ、ウィジャバンのやつか。ウィジャバン。ウィジャバンがなんか使えないな、これやったら。今のね、一瞬で俺全部ね、あの、テキスト把握したんで、すごいでしょ。赤ストール。なんてら神官ってカード多いね、これ。で、俺的にはこのちょっとあの、表紙に載ってるさ、この、なん、もうだからなんでこれ赤いんねん、これ。うっとうしいな。なんて名前やったっけ、なんてや、ヘルポリマーやったっけ、名前忘れた、名前。ほうほうほう。ギミ、パンチャラ、パペットマペット多いね。なんか、これ何これ。はい。赤ストルーム。おこれいっちゃん、なんかカースネクロフィア。ダークネクロフィアじゃないんや。新しいやつか。へえ、これいいやん。表紙のカード一応当たりました。カースネクロフィアちゃん。ちょっと、ウルトラか、これ。ね。はい。でも、興味ないんですよ。はっきり言って。だから俺、サンダーボルトが当たるって聞いたから、これ買ったんで。
それだけのために買ったんですよ。だからそこで、そこちゃんとしっかりね、しっかりしっかり、わきまえてね、資料ゾーマ、新刊、学校リング。おー、また、結構、キラ率多いね。ギミックパペット、ビグズドール、わーお。あ、これロリコンの人めっちゃ喜ぶね、こういうのね。うん。こういうロリコンの人が喜ぶね。社会不適合さんの。イービルマインドね。はい。さあ、残り2パックになっちゃいました。早いですね。もう早くね。もうパッパ行こう。パッパ行こう。ね、ちょっとだから開こうぜ、早く。な、開こうぜ。はい。頼む。お、ダークネクロフィア。これノーマルで当たるんですね。なるほど。目玉カードじゃないですね。はい。ギミック、なん、月英流クイラ。へい、かっこいいね。はい、ラスト1パックだよ。ラスト1パック。さあ、サンダーボルトちゃん当たるのか。サンバ、当たるやんな。俺見たで、ちゃんと俺。人の動画で。はい。ジャンクパペット、ディアバンドカーネル、お、マリシャスデビル、なんかよくわからんやつ。はい。見どころなしと。まあ、これぐらいかな。この、このなんや。こいつか。こいつぐらいかな。当たりカードは。はい。ということでね、やって帰りましたけどね。多分もう二度と買わないと思います。こういうでもね、なんつったらいいか。昔のカードってさ、めっちゃ、こいつの新しいやつ出てんのみたいな。なんか復刻版みたいな感じなんかなみたいな。思ってさ、買ってしまう気持ちをね、ちょっとこのコナミさんはね、分かっていらっしゃる。うん。そういうところはやっぱ商売うまいなと思いましたね。はい、ということでね。まあ、またこういうなんか懐かしいようなカードが出たら、興味本位で買っちゃおうかなと思います。はい、ということで、ゲザショーでした。お疲れ様でした。